え？あー、はいはいはい、うちも小さい頃こんなの乗ってんだよ、ね、緑色のちょっと足こぎのオルガン、年代物のあ、本当だ、オルガンがある。そう、これはね、昭和だよ。やってる昭和。ちょっと、あの、小金持ちじゃないと買えないわね。うん、何ここすごいな。お堀だ。トーマス。今日も。今日もトーマスは秩父を暴走する。もうそれしか言わないじゃん。どういうこと？暴走するしか言わないよ。暴走ばっかり。うん、百鳥虫がぶら下がってます。やだ、もうちょっと。もう土壁、あれですね、土壁ですよ。あ、なったらね、なったね、なったね。あ、ちょっとそれちょっと拝借して切ってください。何を？うん、邪魔してる木。いやーすごい。な、うん、だって回れてな、なんか本当に悪そうなところだった。いや、ここさ傾いてるからほら。先生先生、狭い、一番狭いの。いや、あそこは管理されてるから無理。やっぱり？うん、これ風呂か、ここ。え、あ、違うの？こっちじゃなくてあれじゃない？だってほら、お風呂ねよくさあのほら。あ、本当だ。あれだと思うよ。うん、あれだね。うん。うんあれだって思う、お風呂が。さすがに入るのはきついな。いいくの？どうして？そのまま取れてやるよ。ごめん、臭い。またまた臭い。お晩です。ほら、当たった、ビンゴ。ほら、ね。じゃあ、体育の兄さんに代わって、レッツ聞くわけないよね。あ、虫え、聞くわけがない、ね。え、何これちょっと、わかる方教えて。これ何のタイム？これさ、温度調整かな？うどん。じゃあ、ちょっとお金持ちが住んでたんちゃうん、これ。これは、多分え、縦で撮った方がええ両方撮った方がいいんじゃないですか一旦消すよ